はい、どうも、船さんです。今のね、この日本経済がもっともっと良くなるためには、デフレ脱却が必要です。はい。このね、デフレ脱却をさせようと、ね、日々、ね、いろんな人たちが活動しているわけですけれども、ですがね、デフレ脱却をね、足を引っ張っている連中がいるわけですよ。ね、その大元だと私が据えている一人が、竹中平蔵氏。ね、前回は竹中平蔵氏がこれまでどういったことをしてきたのか、なぜ叩かれているのかというお話をしてきました。はい、前回のお話も竹中平蔵氏のこれまで行ってきたことのほんの一部です。PFI 推進委員会の、座長になってですね、で、そこでですね、自分たちのねビジネスね、例えばですね、水道サービスの民営化を図ってですね、もともとですね、公、ね、公的な管轄の下で行っているサービスのこの水道事業を民間企業が入り込むことによって自分たちが儲けようと。まあ、こういったね、活動や、まあ、大阪市がどんどんね、民営化していく。まあ、その受け皿、ね、業務委託は、ほぼパソナであったりですとか、まあ、数々の悪事を働いてきているわけですよ。ね、これ何もですね、フェアな状態。しかも、そこに住まう国民、市民が最大のメリットをね、享受した上でですよ。しっかりと公用をね、最大化させた上で、ね、そういった方たちが儲けること自体は、私、何も悪いことではないと思います。ね、ウィン、ウィンの関係ですから。ですが、ね、現在行っていることは、ウィンとルーズなんですね。我々は完全に一利なしの状態なんですよ。口車に乗せられて、これがあたかも良いと。されているのが、まあ、彼らの巧妙な手口なわけですね。で、彼らはね、何を行いたいのか。これはですね、まあ、まず、ね、この間、ね、先日、まあ、朝日テレビのね、朝まで生テレビというかね、番組でもね、竹中平蔵氏が出演しておっしゃっていましたけれども、今のね、正社員は首を切れないと。首を切れない正社員なんてもう今の企業は雇えないよっていうお話をされているんですね。だから首を切れる契約社員。ね、こうすることによって企業は活性化していくという話があるんですけれども、なぜ企業は今契約社員、ね、派遣社員を雇わないといけないのか、なぜ正社員を雇えないのか。ね、ここにはですね、二つの理由がありますね。一つはですね、物が売れない。はい。自分たちの物やサービスが売れないからこそ、業績が伸びない。はい。伸びない。業績が伸びないからこそ、原価を落としていかなければ利益を確保できない。だから、その一番最初に矛先となるのが人件費ですね。よって正社員を雇うよりも、非正規雇用者を雇うことによって、いつでも首を切れる。また、福利厚生などの社会保障。こういったところにもお金がかからないというメリットがあります。あともう一つ。あともう一つは、まあ、現在のですね、大手企業をはじめ上場企業は、物やサービスが売れないからこそ、投資家に投資をしてもらって資金繰りをしているわけですね。ということは、大元である、その、製品によってお金を生み出すのではなく、自分たちの自社のそれ以外の資産を増やしていこう。こうすることによって、まあ自分たちのね、運転資金を稼いでいく。まあこのようなビジネスモデルに切り替わっているからこそ、投資家を喜ばせることが今の本流になっています。投資家を喜ばせるということは、ね、投資をしていただいた分ね、リターン、メリットを出さないといけない。ということで、自分たちが行って、ね、利益を出した。その利益の大きな割合で、配当金として、ね、投資家に渡さないといけない。ということは、その配当金分、ね、自社で、抱えている社員には、
所得としてね、渡すことができないですよね。だからこそより安い人件費を確保するために非正規雇用者を雇うわけですね。まあ、この流れがあります。この流れが生まれた理由というのはただ一つなんですね。デフレ経済です。はい、デフレ経済によって我々の購買力というのが低下しました。だからこそ自社のサービス、自社の商品売れないですよね。はい、我々も買えないです、ね、買いたくないんじゃなくて買えないんですよ。お金がないからです。はい、もっともっとね、まあいろんなね、サービスやね、商品ね、我々も手にすることによって豊かになっていくんですけれども、まあそういったことがね、なかなかできなくなってきたのが今の世の中です。だからこそ企業もそれだけじゃ無理だとね、だから投資家にお願いしてお金をどん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 投資してもらうことによって自分たちの資金力をより強固なものにしていかないといけない。まあこのような動きがあるわけですね。はい、あとはですね、まあこのご時世ですね、自分たちがね、まあ儲かったお金をどん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 投資しようなんていうね、羽振りのいい姿は今の企業にはないわけですね。やっぱり儲けた一部は絶対に預金しておかないといけないね。だからこそ儲けた分を次の投資、次の投資というね、まあこのサイクルには入っていない。だからこそ余剰金ね、まあ要するに企業が持っている貯金ですね、まあこのお金もどん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 膨れ上がってしまっているというお話です。はい、だからこそね、今のこのデフレ経済を解消すればこのような企業の体質も解消されるわけなんですけれども、まあ今のこの状態が心地いい人がいる、まあそれが竹中平蔵氏ですけれども、このような状況をあえて継続させることによって自身のビジネスがより成長していくね。だからこそこの間の朝まで生テレビでもそういった発言をされています。はい、で、まあこのままではね、我々ね、国民生活というのは、まあもちろんですね、疲弊していきますよね。はい、だからこそお前たちを救ってやろうということで、まあおっしゃっているのがベーシックインカムなわけですね。でこのベーシックインカム、彼の言うベーシックインカムはですね、まあ月に7万円程度をあなたたちには差し上げましょうと、一人当たりね、ということは年間で84万円ですね。はい、これが、2人になると168万円ね。まあ2人家族で168万円がまあ国から振り込まれるとね。その代わりですね、生活保護や高齢者に対する社会保障などの年金、こういった部分に関しては撤廃しますと、まあこういう案なんですよ。まあこの辺はね、まだ確定していないので、まあこの先ね、どのような中身になっていくのかというのはわからないですけれども、まあにしても何にしてもですね、まあ今の社会保障ね、セーフティーネットね、まあ年を取ってね、働きづらくなってから生活を守る、そのセーフティーネットであったりですとかね、人生の途中でね、何かでね、つまずいてしまって失敗してね、そこからですね、まあ再起するまでのね、そのセーフティーネットなどはもう全部なくそうとね。その代わりお前ら月々7万円やるから、これでなんとかしろよと。社会保険なんかも自己負担割合というのも変わるなんていうお話もあります。アメリカのシステムにどん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 寄っていくような形なんですけれども、まあ、このようにしてですね、とにかく政府の支出を最大限になくしていこうよとね。政府がどん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 ケチになっていく、まあこのような政策をすることによって、我々例えばね、7万円でそれを全部ね、自分たちの生活費ね、消費や浪費に使ってもいいし、貯めといてもいいよと。で例えば病気をした、事故をしたってなった時に病院に行って治療をする、そのね、お金がもしも足りない、それは自己責任だよとね、菅政権の言う自助ですよね。はい、そこに控除という考え方はないわけですよ。まあこのようにしてですね、もう全部自己責任ですよと。でお金が足りないなら働いてくれよとね、でも働いてくれよと言ってはいるもののですね、世の中を見るとほぼ派遣業に切り替わっている
ね、その社会を作るために竹中平蔵氏はスーパーシティ、ね、スーパーシティ化していこうと。このスーパーシティ、まあ要するに IT 技術を駆使したスマートシティ化なんですね。スマートシティ化することによってですね、あらゆるサービス、あらゆる業務が自動化します。オートメーション化します。ね、もちろん人手が全く必要じゃなくなりますよね。こうすることによって専門業以外の人たちはどん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 失職します。どん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 失職するとですね、その後残っているのは雑務ですよね。まあそういった仕事がたくさん残ります。そういった仕事はもちろん人間がやらないといけない。ね、職にあぶれてですね、7万円で生活するには、少しですね、足りない。そういった人たちが派遣業に登録して、で、そういう仕事をもらいに行く。こういう目論みがあるわけですね。はい。そのために、スーパーシティね、便利な世の中だよと言ってですね、もちろん上級国民ね、この言葉私はあんまり好きじゃないんですけど、その上級国民であったりですとか資産家、大富豪ね、こういった人たちが、まあ便利なね、座っているだけで生活できるようなね、そんな夢のような世界が誕生して、それらを支える IT 技術ね、そのもう一つ下でそれら以外のことを支える雑務をする人間、はい、こういう構図を作ろうとしています。はい、ですから、まあ、格差はどんどん広がるばかりで、貧民に対する救援物資のような考え方ですね。竹中平蔵氏のおっしゃっているベーシックインカムは、はい、まあこれがね、まあ私の目からするとですね、まああまりにも非人道的な政策提案であり、まあ彼がね行っていることが、まあいかにですね恐ろしいことなのかということが、まあ分かっていただけたかなというふうに思います。はい。で、彼がですね、まあこのスマートシティないし、この日本を掌握するためにね、竹中平蔵氏は一体何を目論んでいるのかね、さらに、深いところに切り込んでいきたいと思います。ということで、本日の動画が面白かったと思っていただけましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あとですね、私公式ツイッターアカウント下の概要欄に載ってます。そちらの方からね、ぜひとも、ご登録の方もよろしくお願いします。もう一つ、私、違うチャンネルもやっております。そちらの方のね、チャンネル登録もですね、ぜひともよろしくお願いします。ということで、本日はこの辺で失礼します。